どうも、コーズです、今回ですけども、バーレスク東京に行ってみようということで、急遽ね、予定を作って、何の予約もしてないですけど、ちょっと行ってみようと。でもし空いてなかったらもうやめるっていう、そのドキュメンタリーを今ちょっと回してます。フーウェイ4第1号許可を取った、バーレスク東京さん、そして63エンジェルという名前を変えた新しく名前を変えた63エンジェルことバーレスク東京さん、行けるのかな。多分 VIP 席だったらっていう感じかもしれないですけど、ちょっと行ってみましょう。2部なんでね、2部人気あるから。そう、あ、そうそう、これ63エンジェルってなってんだよ。そう、これこれ、ちょっと行ってみましょう。すごいね。予約してないんですけど、2名で行けます？ソファー席でもいいです。VIP で予約します。じゃあ VIP で大丈夫です。おいおい、はい、というわけで行ってきまして、いや、バキバキに決まりましたね。これは好き好き好き大好きめっちゃ好きで、もう念願のようやく聞けましたでもさすがにもう知ってる、見知った人がどんどん減ってるなっていう、まあさすがにね、4年前に通い詰めてたらそりゃそうだよなっていう話ですけど、いや、非常に楽しかったっす。また来たいっす。やっぱ非日常味わないとやっぱ死んじゃうから、そう、めちゃめちゃよかった。はい、まあそんな感じでした。これから感想戦です。
おお、YouTube 向けに出た。赤っ1枚5秒でしたね。1枚5秒。だからその AKB よりはやっぱ単価高いですね。はい、6分終わりまして、今ね、4時45分ぐらい。いやー、15分、まあ20分から並んでるから、実際25分だけど、25分で、岡部蔵王という、結構並ぶ面の、終わらせて、ようやく私は帰路に着きます。動画撮れるんだって、すごい。お見送りです。すごい。俺顔出しできねえんだ俺。俺ナルタオチャンネルには負ける。ズッキー当たった当たった。てか入ったわ。2投目で入りました。誰で取るかは取った後に、報告しますんでお楽しみに。ステッカーもらった。いやまだねイベント中なんですけど、もう鬼の勢いで5周するっていう。いや今日ね一番楽しいオタ活かもしれない。今年一番楽しいオタ活かもしれない。はい、でも大満足ですね。めっちゃ高まってる。あの柳瀬レイヤちゃんともお話できましたよ。あのなんだあのルコクロティはランチで行ったよって言ってました。ディナーであれ知ってたら結構あれだなっていうのを動画で言ってたら多分見てくれたっぽくて、なんかあのねツイッターでその動画投稿しましたってやつにいいね来てて、おっと思ってその話が今日できるぞと思いながら今日臨んだんですけど、いやめちゃめちゃねめちゃめちゃいい接触でした。でハーチとも話して、で胃袋もそのなんだっけコーツアンダーグラウンドって YouTube やってますって言ったら、あ、生誕祭の動画上げてるみたいな。で、一日所長も上げてますって。まあ、それもちょっと一脇あり。で、その分、あの、いぶきちゃん、くるたん、ハーチの順だったんで、そのハーチとの接触が薄くなるというのがあったんですけど、でもハーチともね、なんか、だいぶ痩せましたねとか言われて、15キロ減って言って、ちょっと驚かれた。で、豊永さんとは、あの、絶妙な距離感で、での接触。はい。で、矢野瀬レアちゃんとは、その話をして、で、エミリーが結構食いついてたのが超でかくて、エミリーがね、写真撮ってる方ですよね、みたいな。コウズさん知ってますみたいな。マジかみたいな。いや、めっちゃ熱い。僕はあの、エミリーの顔面が好きなんで、そう、ビジュアル一番好きなんで、そう、めっちゃ高まってしまった。そう。で、最後、ミクリンだったんで、で、ミクリンは、もう当然、あの、知ってくれてるので、あれですけど、そう、あ、コズみたいな。あの、知られてる対応をされ、